皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、続けて撮ってるんですけど、ま、朝顔まで帰って来ました。いやー、これまた朝顔入ったらなんか始まるかな。なんかみんな、ずいぶん遅くなっちゃったね。うん、あ、そうだな、私お風呂入ってくるね。みんなはもう入ったかな。おじさん、みんながちゃんとお風呂入ったか聞いてみて。あとちゃんと宿題やったかも。わかった。これお風呂行ったら覗けんのかな。いや、まあさすがにキキちゃん覗きはしひんと思うけど。みんなどうしてる？二人とも風呂に入ったのか？うん、入ったよ。私も、そっかそっか、宿題はやったか？うん、私も終わった。僕はまだ苦手な国語で、苦手ならなおさら頑張らないとダメだろ。だってよくわからないんだもん。うちも漢字苦手。いろんなことから逃げてると何でも逃げてしまうようになるぞ。嫌でも苦手でも頑張るんだ。うん。勉強わかる、楽しくなるぞ。国語が得意なあやこにでも教えてもらったらどうだ？お。で、ここの二人は？やった？ちゃんと。タイジ、コウジ、二人とも風呂に入ったのか？まだだよ。このテレビが終わってから入るよ。何？漫才？ツッコミ入ってるけど。宿題はやったか？それもテレビが終わったらやるって。俺は今日宿題ないもん。マジいいな。うちの担任毎日必ず何か出してくるんだよな。嫌になっちゃうよ。あったあった、うちも。仕方ないだろう。ちゃんとやるんだぞ。はぁ、やだな。頑張れ。で、ここの食器洗いの二人は？三つ折りようなもう片付けは終わったのか？うん、とっくに終わったよ。そっか、ご苦労さん。ところで二人とも風呂は入ったか？いけね、まだだ。私はご飯の前に入った。今は遥が風呂に入ってるから後で入れよ。ところで宿題はやったか？私はご飯の前に済ませたよ。えらい。あ、まだだな。ま、三つまだだな。三つはまだみたいだな。ちゃんとやるんだぞ。リオナを見習ってな。はーい。ねえ、リオナ、宿題手伝ってよ。やだ。やだ。自分のことは自分でやりなさい。そんなんじゃモテないわよ。これで、あとは泉ちゃんとかがいいひんけど、これさ、お風呂って確かさ、あ、ここにいるけど、これ、さすがになんもないか。あ、声だけ聞こえてくる。え、ちょっとちょ、あれ、今見るっていうのが出た気がするんです。いや、出た気がするんですけど、いや、まさかそんなキリュウちゃんかはるかちゃんの覗きなんて、そんな、そんな、まさか。あ、きっとチェンジマイセルフ歌ってる。はるかが入浴中だったな。あ、それだけか。よかった。なんか出るんかと思った。めっちゃ歌ってるやん。びっくりした。でもよかった。これキリュウちゃん、まあ見るって出たんでね、開けることはないと思ったんですけど、まあ開けたら開けたで面白かったですけどね。お、ねえ、今日ペットショップで見つけたおもちゃ、明日マミに買ってあげたいの。私が昔飼ってたマメも大好きだったやつだから、絶対気に入るから。ねえ、いいでしょ、お願いだから。お小遣い残り550円しかない。おもちゃはいくらなんだろう。ねえ、泉ちゃん、そのおもちゃっていくらなの？500円くらい。どうしよう、あげちゃうとほとんどなくなっちゃう。次のお小遣いまでまだ少し日があるし。あ、苦悩するところやな。泉ちゃんのお小遣いはもう使っちゃったんかな。ねえ、いいでしょ、マミに買ってあげたいの。あれかな、子供たち全員のお小遣いを管理してんのが彩子ちゃんなんかな。
わーい、ありがとう。はあ、はあ、これケリュウちゃんもうちょっと子供たちにもうちょっとだけあげすぎてもあかんけど、もうちょっとだけあげたら。あやこ姉ちゃん、どうしたの？シロ、学校でさ、担任が意地悪なんだよ。どういうこと？この前算数のテストで100点取ったらカンニングだって決めつけられて最悪や。また橋本先生か。違うって言ったら嘘をつくなって言われて、宿題いっぱい出されて、しかも一番苦手な国語の。わかった、大丈夫、後で手伝ってあげるから。ほんと？やった。あやこちゃんしっかり者でいい子だけど、ちょっと抱え込みすぎちゃうか？大丈夫？え、あ、おじさん、お前フロア？これから入るところ。今、はるかお姉ちゃんが入ってるから。なあ、あやこ、お前。ん？何？いや、あやこもいつもみんなの面倒見てくれて、当たり前でしょ？そろそろ、はるかお姉ちゃん出るかな？私もお風呂入ってくるね。うん。うん。なんかいいかな。なんか、あ、出てきた。あ、キットチェンジマイセルフうまかったよ、はるか。あ、おじさん、どうしたの？なあ、あやこのことだが。え、あやこちゃんがどうかしたの？お、ふーん、なるほどね。なあ、はるか、あいつはみんなの面倒見がすごくいいんだが、かなり無理してるんじゃないか？え、なんで？いや、なんだかそう思っただけなんだが、うちもそう思う。みんなはね、あやこちゃんに頼れるからいいけど、はるかちゃんも、はるかちゃんにもやけどな。でも、あやこちゃん、はるかちゃんに頼ってる感じがないもんな。うん、おじさんにしては鋭いね。お？おじさんにしては？ちょっとトゲがあるよ。私も気になってるんだ。あやこちゃん多分自分がお姉ちゃんだから頑張らなきゃって思ってるんだよ。私も何かあったら言ってねっていつも言ってるんだけど、あやこちゃん責任感強い子だから自分からは言えないんだろうな。それに、それはるかちゃんにも言ってあげたいねんけど。それに朝顔のみんな、私に言うと怒られそうで言いにくいこともあやこちゃんになら気軽に言えるから、私の見えないところでみんなあやこちゃんにたくさん甘えてるんだろうなって思うよ。そっか、そっか。ミミズさん、どうしたらいいと思う？あ、次の日、翌日。はるかお姉ちゃん、今日のご飯は何にしようか。うん、そうね、みんな何が食べたいかな。あ、いずみちゃん、マメのおもちゃは買えた？どう？マメ喜んだ？え？ああ、あれ売り切れちゃってた。 え？じゃあお金は？お前何しとんねん、もうクソ。返せちゃんと。あ、シロ、あ、シロどうしたの？私くだい？違うよ、昨日の宿題の感想文、あやこ姉ちゃんの言うように書いたら400字以上書かなきゃいけなかったのに、文字数が足りないって怒られて立たされた。え、400文字？そうだっけ。プリントの隅に書いてあったよ。もう手伝うんだったらちゃんと手伝ってよ。あー、意味なかった。おしろ、その言い方はない。自分に出された宿題やろ。まあなんか理不尽な出され方した宿題やったけどさ、ちゃんとその辺は自分でさ、ちょっとシロ手伝ってもらっといて、なんてこと言うの。ほんまやわ、ほんまやわ、あやこちゃん。あーい、あやこちゃん、どうしたんだ、おじさん。ちょっとあれはひどいわ、みんな。ちょっとあれはないわ。あれ、あやこがいないんだけど。また朝顔会議や。何が始まるの？あやこのことだ。あやこの？どうしたの？何なの一体？みんなあやこに対する感謝の気持ちが足りてない。ここは一つ注意しなければ。ほんまや。
さて誰と話そうか。おお、全員と話せる。まあ最初はじゃあ上から白。白は昨日宿題を誰かに手伝ってもらったんだろ。あ、彩子姉ちゃんだけど。彩子も宿題があったはずだぞ。自分の宿題もやって白の手伝いも白のも手伝ってくれたんだぞ。その彩子に今日お前は何と言った。反省しなさい。本当。次三つお。三つおもなんかある。三つお。はい。お前がこの前喧嘩して怪我をさせた相手の親に代わりに謝りに行ったのは誰か知ってるか。それってもしかして彩子姉ちゃん。そんなことまでしてんの。別に喧嘩なんだし謝ってもらわなくても。相手の子は転んだ拍子に手の骨にひびが入ったそうだ。彩子がちゃんと謝りに行ってなかったら大変なことになってたんだぞ。そりゃそうや。もう喧嘩したら最後仲直りしな、ちゃんと。じゃあ次コウジ。俺？お前はよく野球して怪我をするが、いつも彩子に手当てをしてくれてる。彩子が手当てをしてくれてるよな。じゃあ太一。何？お前がこの間倒れたろ。喘息な。あの時真っ先に医者を呼んだのは彩子なんだぞ。泉ちゃん最後にしよう。エリちゃん。はい。以前にエリが彩子を困らせた時、彩子は心よく許してくれたよな。あの時ね。じゃあリオナ。何？私は彩子ちゃんに別に迷惑かけてないけど。お前のその服誰からもらった。彩子ちゃんだけど。それが何？彩子はお前が腕の火傷の跡を気にしてるのを知ってその服をプレゼントしてくれたんだ。お前は彩子のように朝顔の誰かを気遣ってあげたことがあるか。その言い方もなんかお前ないやろって言うのもちょっとひどいけど。じゃあ最後泉ちゃん。ちょっと泉ちゃんあれはないで。なーにじゃない。彩子は泉がマミを大事にしているとからと思ってお前に500円あげたんだ。彩子の気持ちわかるか。ちゃんと考えなあかんで、その辺も。ねえ、みんな普段彩子ちゃんにたくさん助けてもらってるのに、彩子ちゃんに対して少し感謝の気持ちが足りないんじゃないかな。朝顔はみんなで助け合う家だよね。本当に。俺はちょっと彩子を探してくる。行ってらっしゃい。いってらっしゃいっていうか、うちが行くねんやけど。よし、みんな落ち込んでいてもしょうがないでしょ。おー、彩子を探せ。まあ、佐川のみんなは、多分、見れない。はるかちゃんが何とかしてくれるでしょう。じゃあ、彩子ちゃんを探しに行きましょうか。こんなところにいた。やっと見つけた。めっちゃ探したで。大丈夫？あやこずいぶん探したぞ。ほんまや、めっちゃ探した。こんなところにいるとは。さあ佐川に帰ろう。もういや、帰らない。あやこちょっと待って。チェイス？ちょ、あやこちゃん、ちょっと待って。これ、来ないで。めっちゃ速いねんけど、ちょっとすいません。ちょっとうちの子が、超速いねんけど、キユちゃんダッシュで追いつかへんで、相当速いで。ちょっと、待って。めっちゃ早いねんけど。ほんまに全然距離縮まへん。早く聞いてくれ。いや、朝顔なんてもう知らない。あれ、
早く早く早く追え、はい、あ、はいはい、ちょっとそっち蜂の巣やから危ないから、ちょっとちょっと全然距離が縮まらへん。彩子ちゃん、彩子ちゃんオリンピック行けるぞ。その年でその速さはいける。ちょ、え、これほんまに、あ、すいません、ちょ朝顔の子たちの隠れた能力ほんま、あ、ちょっと待って、ちょ母逃げるなよ、すっごい息切れてんねんけど、聞いてくれ、おい彩子、待って、待って、もうダメっていう スピードじゃないねんけど、ちょ、あ、マックの修行しといてよかった、結構余裕、体力は余裕やけど、ただスピードが追いつかない。あ、待って、ちょっとこれほんまに距離縮まへんねんけど、もうちょっとあれ、これ追いつけるもんなの、ちょっとほんまにひたすら追いかける、あ、そっちよ、待って、鬼ごっこしたいんじゃないねん、よいしょ、はあ、足速いな、ほんまに速いな、もう走れない、早く俺の話聞いてくれ、あ、終わったか、よかった、あやこちゃんほんまに足速すぎる。てん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 、あやこ、あー、鍵があんなところにある、あやこ、俺はあやこにいつも感謝してる、はるかも、そしてもちろんみんなもだ、みんなあやこに甘えてしまっているが、本当はちゃんと感謝してるんだ。おじさん、さ、帰ろな、鍵取っていい。ごめん、鍵取るわ。よし、じゃあ、お、てか、あやこちゃん、あれついてきてる、あれ、これ手つないで、あ、手はつながへんのや、手つなぐんってはるかちゃんだけやねんな、何、ちょっと照れちゃう、手つなぐの、さすがに、まあみんな待ってるから朝顔に帰ろ、さすがにあやこちゃんとカラオケとかは行けないと思うんでね、なんかそうねって言われたことですし、帰ろっか朝顔よっ、朝顔前駅、さて帰ってきましたけど、おお、なんかみんな勢ぞろいしてる、みんな、あやこ姉ちゃんいつもありがとう、僕からはこれ、ん？これは？おう、ごめんなさい、いつも本当にありがとう、はい、これ、みんな、しばらくあやこちゃんが休めるようにってみんなで考えたんだよ、最後は俺から、宿題、お手伝い券いらねー、できねえ、あやこに迷惑かけてどうすんだ、何ありがとうみんな、
ありがとう。いやーよかったな。みんな感謝の気持ち忘れたあかんで。あやこのおかげで朝顔が一つになれたな。これでまたみんな仲良くやってくれるだろう。ああ、そっか、そっか、タミヤさんのことすっかり忘れてた。トーマさんとか。おう、中原さん。大丈夫ですか？中原、検査はどうだった？万事問題なしだ。順調に回復してるってよ。よかった。安心にしててくださいよ。本当ですよ。わかってるよ、んなこと。その様子じゃあすぐ良くなりそうだな。おう、電話。はい、そうです。タミヤさん、お久しぶり。あ、連絡を待っていた。トーマは？県議会の連中との会合は先ほど終わったようだ。部下の連絡によると、トーマはプライベートで飲みに出たらしい。ふん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 。だが、あんたの部下が近くにいるなら、トーマに事情を話して身柄を確保した方が確実じゃないのか。今沖縄にいる部下は政治家ではあるが、俺にとって諜報員のような存在だ。俺との関係が知れると今後の活動に影響する。あー、そっか。そうやな。素直に話を聞くとも思えんな。それでトーマがプライベートで飲みに行きそうな場所は？初町か。どこ？なんて店？あー、そう、じゃあ回るしかないな。え？ポールダンスのショーやってる店なんてあったっけ？小室町ならエイジアやけど。沖縄にあるんかな？わかった。土地買収の中止の件は任せたで。心配はいらん。約束は守る。それが俺の政治家としての信念だ。わかった。よっしゃ。初町のポールダンスショーを行っている店か。なんか真面目そうな顔をして、やっぱこういうことは好きやねんな。トーマの居場所がわかった。今から向かう。留守を頼めます。はい、任せてください。暗記の方こそ気をつけて。よし。あ、じゃあどうしよっかな。じゃあちょっと早いですけど、このパートは一旦ここで区切っておきたいと思います。はい、ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね。バイバーイ。